トルネでまとめ上げ、熱いマジアチェが、はい、チュイーン、はい、チュイーン、東西南北も北しちゃん。はい、ということで、今日はですね、こちら、進化1枚のおすすめデッキ5つ、今日はね、解説していきます。はい。まあね、前回、まあ、その進化2役でやった時に、まあ、進化1枚でやってくださいっていう声やっぱ、すごくいただいたんで、まあ、せっかくなんだらやろうと思って。で、リトプリがその持ってない人結構いたんで、リトプリなしたり両方やります。さあ、まあ、デッキはですね、この5つ、まあ、そこまでね、変わんないっす。はい。進化1枚から、ね、まあ、2枚か1枚になって、別にそこまで差はないっす。はい。まあ、でもね、中身がちょっと変わるって感じっすね。はい。まあ、ここら辺はね、ちょこちょこ変わります。はい。まずね、一つ目、まあ、ホグ。まあ、ね、進化1枚だったら、絶対ないとっすね。もう進化2枚だったら、マイティロケコの方が強いんだけど、進化1枚だったら圧倒的にないと。もう、ないとがね、やっぱ万能すぎる。万能に強いんで。そう。進化ロケコやと、その進化ナイト引いた時に、マジできつくて。そう、だから、まあ、進化ナイトのが万能っすね。マジで安牌。まあ、ゴブリンかステーカーはもうお好み。でも僕はゴブリンっすね。やっぱ枯渇要素が欲しいんで。まあ、ゴブリンの方がおすすめです。さあ、やってみましょう。さあ、来ました。相手ブラスターだ。熱いね。ブラスター来たよ。ゴブリン8枚いっちゃおうかな。もうこれだけで相手絶対倒してくるからな。さあ、リトプリとは、まあ多分これディガー・ウォルベーカーとかじゃないかな。まあ最近結構流行ってるんで、ちょっと美味しいぞ。ああ、なるほど。引き玉リトプリのブラスター。なんだろう。怪しいな。めっちゃ、嫌な雨矢行き、まあなんか、ジャイスケラッポー。バルンダ。終わった。待って、手札やばくね。ちょ、待って、俺の手札マジでやばい。マジで俺の手札やばい。耐えて。オッケー、耐えてくれ。頼むから耐えてくれ。頼むから耐えてくれ。いや、いけそう。逆サイの支援もありつつの。うん、いや、耐えた。いや、マジで、初手ゲーすぎる、さすがに。マジで初手ゲーすぎるわ。許せない。まあ、やゆきな、リトプリのバルーンだから、多分ボムタワー入ってんじゃない？なるほど、なるほど、なるほど。あ、そういうタイプか。うわ、完封されたんだけど。まあ、ランバーアーチャーのブラスターやって、さすがに完封できる。さあ、これ、丸太でいい感じにやってきて、これ2周目させるかな、普通に。これ2周目いっておくね。2周目生き得だけどな、これ。マジで生きとく。相手アーチャーレも切って、そう結構だるそう。なんなら、一発美味しいですね。そうですね。まあちょっと美味しい。雪玉入ってもやっぱね、スケドラやと入っちゃうんでね。そう、ナンバーが多分ちょっとおだるいな。これ親衛隊か？親衛隊入ってるかな。いや、コウモリ入ってないから、ワンチャン親衛隊説あんな。でもこのデッキにブラスターってどうな？相手のデッキにブラスター合うんかな？わからんけど。まあ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 って感じでロケコ合わしますか。どうせ穴目くるんで。もう全然打たせていいっすね。もう回転で押せばいいんすよ、そんなのね。はい。もう困った時は回転なんで、OK。さあ、打たして、さあ、丸太打って、ね、逆サイはまあ、守れそう、多分。守ってほしい。守れそうじゃなくて。なんか怪しいな。ランバー強くね、マジで。ランバークソ強いな。まあ、これ単体で行って、で、多分雪玉まで来るんじゃないかな。おそらく。休養。あ、そうっすね。雪玉来ました。一発ありそう。あ、でかい。めちゃくちゃでかいよ。いいね。これ真ん中ないと言ってあげて。さあ、ほんでもって、これ矢め切ってくれた。あ、やっぱありますね。そうだよね。そんな気はした。正直ね。そんな気はしたよね。で、逆サイは、まあ、このね、クエクで。うわ、やばい。シンカーチャー忘れてた。どうしよう。絶対延命してるけどな。待って、絶対延命してやる。お前は絶対延命してやるからな。本当に。許せない。よいしょ。はいはいはい。これ逆サイはこんな感じで。いやー、いい。美しい。いや、マジで美しい。めっちゃいい。これ単体、短期でいきましょう。で、多分、スケドラ、雪玉とか、まあ、アーチェ雪玉か、これ。どうやろう。一発、二発ぐらい。あー、美味しい。いや、それは美味しいぞ。で、もう一回、ロケコからいきますか、これ。ロケコで流れ作っていきましょう。いやー、これ飛んできそうだな、あれ。やなめ飛んできそう。そうっすね。で、なんで、これ、丸太でいい感じにやってあげて、痛い。その一発痛いけど、まあまあまあ、とはいえ。で、多分これ、スケドラ来るんですけど、もうゴリ押しっすね。はい。もうここは、もうゴリ押す。スケドラ来ても、相手雪玉なんで、そうそうそう、施設がないんで、絶対にホグが入るんですよね。いや、美味しい。マジで美味しい。マジで美味しいぞ、これ。ある、普通に。ブラスターちょっと美味しくね、普通に。よいしょ、ロケコ頑張れ。さっきのお前。ちょ、待って、ロケコ、マジで抜かれんのよ。オッケー、いいね。さあ、ここは2周目行って、多分、親衛隊、あ、来ない。え、やばくない？ちょっとやばい。あ、雪玉、しかもミスってる。もう一発？よいしょ、でっか、なんなロケコが。熱っ、熱い。ロケコ頑張れ！撃て！ふざけんな、お前。撃てよ、お前。何しとんねん、ほんまに。撃てよ。まあまあまあ、でもそれは美味しいな、正直。ちょっと美味しいな。俺、もう一回ロケコから入れるんで。
そこロケコ入りして、多分これスキル打ってくれよ、おそらく。打ってこないんかな。よいしょ。はい。で、まあ、これこっちやる。で、まあ、こんな感じでやる。いや、もうね、守れますね。はい。あとはクエイクマルタで。まあ、GG ですね。はい。まあ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 、こんなんね、さすがに勝てるよ。やゆきのバルーンか。全然いけますね。まあ、こう、回転でやっぱね、ロケコを活かせるっていうのが強いです。あ、テスラがね、バルーンに対して強いんで、全然勝てますね。オッケーオッケーオッケー。いやー、いいね。素晴らしい。やっぱナイトがね、万能に強いね。うん。さあ次ね、ロリホグ。まあこれは、リトプリじゃなくてもいい。正直、あの、なんだっけ、アチャクイでもいいと思う。いや、マジどっちでもいい。まあ持ってん、リトプリレベルなかったら、まあアチャクイかな。はい。まあどっちかっすね。まあ多分、リトプリ乾燥しない人って、多分アチャクイを乾燥してると思うんですよね。いや、わかんない。まあ人によるんかな。まあ最近始めた人だったらしてないんかな。わからん。でも昔からやってる人は多分、レベルはあるんじゃないかな。いや、わかんない、ね。うん、まあそこは任せるわ。はい。まあでも、リトプリの方が強いっちゃ強い。うん、けど一応、リトプリ持ってない人のために、アチャクイでやります。はい。アチャクイで一丁いきまーす。さあ来た、やっていきましょう。この仕様は よく見たことありますね。まあロイホグはね、マジで強いんで、まあどのシーズンね、やっぱ強いですね。ロイホグがゴリ押しちゃうっていうのが強いですね。さあボンバー来ましたね。まあ、ボンバープラスの迫撃か。なるほど、これクエイクまで行きたいですね。これクエイクまで行ったら結構熱そうだな。結構入りそう。いや頑張れ、逃げろ逃げろ。うわ、なるほど。いやでもまあまあまあ、2枚切らしちゃう、美味しいですね。さあ、ボンバートルネ迫撃か。なんか怪しいな、デッキ。デッキ怪しくね、めっちゃ。めっちゃ怪しいけど、まあ、アイスピー行きますか。アイスピーって2周目行きたいっすけどね、正直。で、まあ、ここは、チャック行ってあげて、で、まあ、ロケット来たら、もう、5個スロイフグ行きます、これ。まあ、来なさそう。来なさそうっすね。いや、あれ、マジスキルで、リトプリやれたら幸せなんだけどな。どうやろう、多分出してくると思うんすよね、相手。わかんないけど。ああ、そういうタイプか。しくってね、なんか。しくってますね、これ。こっちで。よいしょ。頑張れ、頑張れ、頑張れ頑張れやれ、オッケー、偉い。で、まあ、どうせトルネスってくると思うんで、まあ、ここは打たずに様子見ますか。で、まあ、丸太だけ打っといてあげて。さあ、ちょっとこれ美味しいぞ、このロイホグ。チリツモね。これがチリツモなんですけどね。チリツモすぎんな、でも。もうちょい入ってもいいな。まあ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 、相手トルネやるの嫌だな、普通に。でも、回転で押せそう、正直。チャンピオンサイクルを生かしてあげて、相手クエイクなんだけど。ってことは、これ多分、進化迫撃っすね。進化迫撃とボンバーだから、多分ここをボンバーで起用して、そうっすね。なんか、迫撃来そうな顔はしてる。あるもん。それだったらちょっと美味しいか。ちょっと美味しいか。で、いやー、まあそうだね。はいはいはい。まあこれこっち真ん中やってあげて。で、あれクエイクっすね。もうこれクエイクでしっかりバチコリやってあげて。いや、ちょっと待って。やばくない？ちょっと待って。大丈夫？よいしょ。はい。いやー、待って。どうする？これ丸太打つか？いらなんだ。多分いらんな。オッケーオッケー。はいはいはい。まあこれ必要経費払いました。で、相手は、あれ切ったから、まあここは端前でいいっすね。端前って、多分ボンバーかリトプリ？リトプリっすね。まあまあ、リトプリだったら、ちょっとは入ります、これ。ちょっとは入るんで。よいしょ。はい。いやー、いい。結構入ったな。思いのほか入ったな。で、まあ大砲置いて、で、クエイクやったんで、多分こういうところに打ってくると思うんで、まあデリバリーまで行ってあげて、はい。デリ行きつつの、よいしょ。はい。いや、頼む。マジ、その、なんだっけ、こいつ、親衛隊やってくれ。オッケー、偉い。お前は偉い。進化好きもなんならちょっと相手うざくない？これ。うざそう。いやー、はいはいはい。そうだよね。そうなるよね。さあ、多分ナイト。エレジャイ？エレジャイ、ま？エレジャイやばくない？エレジャイやばいって、普通に。エレジャイマジでやばい。じゃ、待って。本当に頼む。守ってくれ。頼むから守ってくれ。いや、でもいけそう。いけそう、いけそう、いけそう。で、まあ、クエイクあるんで、で、丸太まで行こう。丸太、行ってあげて。はい。で、まあ、これ、延命してきたら、クエクどうかな。延命してこなそう。オッケー。え、相手、デリバリあったよね。なんか、デリあったからさ、多分ここ落としてくるよね。よいしょ。はい、熱い。これクエクか？クエクで削るか？クエクで削って、さあ、多分ここ、進化ゲー来るんじゃない？そうだよね。はいはいはい。で、まあ、こんな感じで回しつつの、はい。で、クエク2周目ですね。これ、クエクで。クエクで飯を食う。クエクで飯を食わしてくれ。はい、こんな感じで。で、切っといてあげる。はい。で、トルネ切ったんで、まあ、これ、進化スキが活かせそう。進化スキ活かせそうだけど、ちょっと待って、ボンバーやばい！うわ、ボンバーが！あ、まあまあ、耐えた。緊急しそう。うん、緊急しない。まあ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 、耐えてはいる。めちゃくちゃ耐えてはいる。相手のデッキマジでやばいって。活かすすぎる。でも、まあ、これ、アチャクイから入って、さ、クエイクでマジで飯食えますね。これ、逆サイ起用もんなら見たとこあるんで。さ、まあ、これ、クエイクで。
削ってあげて、でまあトルネとか、はいはいはい、来そうなんで、さあこのタイミングはこんな感じで、まあ削ってあげて、よいしょ、はい、いやめっちゃいい、あめっちゃいい、これカウンターいけるぞ普通に、これはマジいけますね。ここ相手今ボンバーとリトプリ切ったんで、多分これ結構きつそうだけどな。いやーいい、めっちゃいい、めっちゃいい、あーいい、いい、さあクエクいきましょう。もう削りっすね、ガンガン削る、もうこっからはね、もうマジ鬼の削りいくよ。さあで、はいはいはい、これはもう丸太クエクでいきましょう、飯食ってあげましょう。はい、もうどんどんいくよ、どんどんいってあげる。で逆サイこの位置置いといてあげて、はいはいはい、もうこれだけで相手打ってほしいと、シンプルにこれが打ってほしいと。やばい、うわ待って、やばい、うわでも耐えてる、耐えてはいる、めちゃくちゃ耐えてはいる。で進化スキル生かしてあげて、進化スキル生かしてあげつつの、おいしょ、はい、でクエイクいきます。あなんだ進化スキルが、うわやば、あっちまで行ってんだけど、熱っ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 、いやーいいっすね。あとは回せば勝ちと、はいはいはい、いやー落ち着きが大事っすね。はい、まあクエイクが強い、クエイク丸太で削れるのがいいっすね、迫撃に対しては。いやね、進化スキルがね普通に強いんですよね。まあ進化枠でやっぱ進化スキル結構今強いよね。うん、なんかもう、なんかね、その情報されてから、進化スキルマジでバグるようになったんで、結構ね、熱い。さあ、次、ジャイスケラ。まあ、これ、やっぱ強いよね。ジャイスケラは、そう、本当に進化、これね、1枠でも使ってる人いるんですよ。本当に、これ進化1枠で、なんか100、世界100何位ぐらいまで行ってて、すごくない？逆に進化1枚でそこまでいけるよ。だからね、全然いけるんです。ジャイスケラ、マジでね、この形が強いね。完成されてるんで、はい。まあ本当にね、まあそのリトプリあるんだったらマジでおすすめ。進化1枚しか持ってなくて、リトプリもあったらこれっくね。なかったらまあ着衣かな。さあまあやっていきましょう。さあ来ました、マッチングしました、やっていきましょう。お、このノアってクラン結構ジャイスキラ多いんで、まあミラーは全然ある。ミラーだったら美味しいけどな。ミラーマジで俺ほんと得意なんだよな、ジャイスキラミラー結構勝てるんだよな。前シーズンマジでほぼ勝ってた9割ぐらい勝ってたな。さあギャング、なるほどね、ギャングか。まあ枯渇系だったら結構相性良さそうだけどな。まあ大体ジャイスケラはね、小物系とか高回転系は相性いいですね。まああとはスケラとかにはめちゃくちゃ強くて、まあラバとか、まあ本当何がきついって言われたのも本当スパーキーですね。スパーキーとかポンプ系、ポンプ系悲観限りだけど、でもギャングレイジはちょっとねスパーキー香るんだよなマジで。あロケコなんだ、いやもうやんのみつか、打たないでやばそう。でもロケコ、ギャングレイジ、スパーキーにしてはちょっと形なんかちゃうけどな。ね、なんか大体さ、そういうのってさ、シンカナイトとかこうコウモリとか。いや、まあそうだよね。なんかめっちゃぽいな。スパーキーっぽいな。なんか構えがもうぽいもん。なんか街からの。まあこれ、ガゴで頑張りつつの。うわ、マジか。うわ、マジ。全部そがれた。俺のニットたちそがれた。いや、まあこれはでも、ボーラーで返しましょう。ボーラーで返してあげて、まあ、逆サイは強いしつつの、逆サイは強ね。はい。いやー、これどうしよう。多分、スパーキーなんで、ここじゃ行かずに、スケラで攻めましょう。これ、スケラで行きます。はい。で、多分、ガゴ群れがワンチャンある。いや、待って、やばい。これ、マジで。マジでやばい。あ、けど、耐えれる。うわ、逆に。いやー、でも、まあ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 。まあ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 。え、これ何相手のデッキ。レイジャーあったよね。レイジャーって、ご結構、ホグ。ホグ。いや、でも、トリトあったよ。ロイジャイか、何これ、マジで。マジで怪しい。マジで怪しい。これマジで怪しいぞ。マジで怪しい、これ。いや、でも、ガゴがある。オッケー。いや、耐えれる。正直、このハシメババ美味しくない？いや、めっちゃ美味しいぞ、この屋根も。いや、熱っ。いや、でかいな。ってことは、なんだこれ、マジでデッキわからん。ロイジャイなんかな。でも、相手今、あれ切ったから、新兵これ、ハシマイでいい気するけどな。もうこれ、無視っす。はい、もう、ハシマイ。これ、ハシマイ。これ、ハシマイっす。これ、ハシマイって。で、アーチャーで消う。アーチャーで清すね。で、これ雪玉まで行ってあげて、雪玉でパンってしてあげて、さあ、ジャイを刺す。いやーい、めっちゃ入ってる。めちゃくちゃ入ってる、これ。なんなら、ここ、ババ何で受けるこれ相手。結構苦しそうじゃない？苦しそうだな、これ。苦しそうだな、お前苦しそうだな、つって。で、これは、これ柳切ってからの、これ。柳切ってからのこっちやってあげて。やばい、やばい、マジで。ちょっと耐えてほしい。雪玉で頼む。オッケー。いやー、耐えたー、耐えた。17秒守れる、これ17秒守れるか、怪しいなこれ。いやでも頑張ればいける、頑張ればいけるか、頑張ればいけるか、頑張ればいける。じゃマジ頼む、ボーラーオッケー。いやこれ守れるぞ、多分ワンチャン守れる、マジでワンチャン守れる、マジでワンチャン守れる、守れたなこれ。いやーいい素晴らしい。いやいいっすね。まあジャイスキラほんと破壊力やばいっすね。破壊力がグロい。
ワンコンでやっぱね、決まるよね。そう、だから、なんかこのデッキはとにかくね、なんかその進化アーチャーがある時に攻めると強いですね。そう、許容できるから、進化アーチャーで許容結構強いんで。なんかその、ね、なんか相手が攻めてきても、こっち形作って、後から許容が強いんで。まあ、このデッキはね、まあ本当におすすめ。マジで大好きやつ。さあ次ね、マジアーチャーオールベイカー。これね、まあオールベイカー持ってる人は、まあオールベイカーの方がいいかも。もうここね。とか、進化スケでも別にありやけどな。でもなんかやっぱナイトが万能からナイトにしときます。はい。まあね、オールベイカーが一番強いと思う。この進化枠やったらね。まあその次ナイトかっすね。まあ進化スケもちょっと面白いけどね。まあでもまあ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 、ナイトでいいんじゃないかな。さあやっていきましょう。さあ来ました。おお、ヌリだ。ヌリ来た。熱っ。ヌリちゃんだ。よろしく。ヌリね、そう、元プロ選手なんですよ。ピョンってしとこ。まさか言ってる。結構好きなんですよね。昔ね、結構仲良かったんですよ、ヌリちゃんとは。うわー、え?うおー。まさか言うときましょう。26っすね。多分26なんですよ。ヌリちゃんはね、26の民なんで、ちょっと母施設回してあげて。一旦のね、回しつつの。さあ、まあ多分おそらく26。この構えで26じゃないことなんかないからな。逆に何みたいな。まあワンチャンロイフルか。どういうか、まあそうですね、はいはい、これはボム置いてあげて、まあ美味しいですね、はい。いやー、ヌリ結構好きだったんよな、そうプロ時代の時に。さあこれはね、キンキンまで仕上げたいところではある。やばい、これはやってもうた。マジでやらかしてる、非常にやらかしてる。さあこれはウォールベイカーセパー行ってあげて、いやーちょっと2周目来そう、マジで、マジ2周目来そうだ、2周目来そうだから回してあげて、はい、もう先に回しちゃう。で、これ来ても、そう、ボムあるんで、な感じで、あ、漏れちゃうと。いやー美味しいですね。で、あれ、抜ける。マジ味抜き見える、正直。いやーしかもこれ美味しくね、これ丸太でいきますね。ははははは、怖い。いやーでもね、いる来たかったな、これ。な、美味しくね、別に。まあ、なんだ、ウォルベーカーあるしな、これ。ウォルベーカーまだ守るか、これ。射抜きたいけどな、めっちゃ射抜きたいけど、まあ、さすがに、進化アイスピ虫は、結構入るんで、無視はできない。さあ、無視はできないけど、これナイトで、こう、一回ずらし上げてからの、ですね。はい。で、これで一発食らってからの、近畿。これね、お突き。大事ですね。あの、アイゴルホグをね、無理やりしそうとすると、近畿できないんで、一回こう受けてから、まあ、キング起動が一番いいですね。理想ではあります。さあ、まあ、ここは、新付けあるんで、まあ、これどうすんだいて。なるほどね。これ、マジアチャで、射抜いてもいいし、いやー、でもそれ切ってくれるんだったら、これ普通に今ディガー受けないんで、相手アイスピと、まあアイゴレぐらいなんじゃない?多分。そうですね。これ来たら射抜ける、正直。正直射抜ける。いやけど多分警戒してくると思うんだよな、おそらく。おそらく警戒してくると思うんだよね。そう、警戒してくるから。あえての、いやー、残らんかった。まあいいや。これはね、飛んでいきましょう。いや、ちょっと丸太でね、多分ね、死なへんと思ったんです、俺は、アイゴレ。ギリ残りましたね。そう、ナイト行きましょう。ヌリもね、仕上がってんな。ちゃんとでもマジアチャ警戒しましたね。マジアチャ警戒偉いね。ちゃんとしてんのは偉い。さあ、落ち着いてあげて、で、ケツマジアチャが行こうかな、これ。ケツマジアクサから入ってあげて。で、まあ、多分相手はそう、切ってくるから、おいしいおいしい。で、これボム置いてあげて、うわ、ずれた。まあいいや。で、まあ、これ、進化ナイトの時に、これ、よし、かも、マルト切ったぞ、相手。美味しい。いや、これちょっと熱いな。ここ、多分、そうっすね。これ多分遅れて、好きやと思うんすよ。進化スピカルの好きなんで、いやー、偉い。ちゃんと待ってんの偉い。やけど、まあまあ、とはいえっすね。とはいえいいダメージ。さあ、これマジアチャから入りましょう。いってあげて。で、ボム置いてあげる。はい。いやー、美味しいっすね。そっちだったら、これ、ボムタワーが生きてくるんで、全然いい。さあ、やりこぶ行きましょう。もうね、どんどんね、もうディガーと丸太で削る。正直。ディガーと丸太で削るみたいな感じですね。で、このタイミング多分、スケじゃない?多分。おそらく。いや、美味しい。これめっちゃ美味しいぞ。熱い。熱い熱い熱い。これ、両サイ行けんの熱いな。これ左行きましょう。これ熱いぞ。これマジ、両サイね、見れんのが強いんですよ。これ多分ね、ホーク来るんで、絶対行かない。そうっすね、ホーク来るんで。で、このタイミングっすね。このタイミングで行く。このタイミングで行っちゃう。で、トルネまで行っちゃう。これ、トルネまで行っちゃう。よいしょ。はい、おかわりね。いや、でも、やばいか。ちょっとやばかった。ちょっと待って、やばい。ここ2周目多分来るわ。2周目来るけど、耐えれそう。いやー、そこで来ないんだったら、え?さすがにじゃない?さすがにじゃない?それは。それはさすがにじゃない?で、ちょっと待ってあげてからの、さあ、ボム行きましょう。はい、ボム置いてあげて。さあ、いいね。いやー、もう一回抜きたいなー。でも、ディガーがちょくちょく入ってる。まあ、これ待ってあげて、さあ、ファイブ切ってくれたらもうこっちのもんですよと。はい。まあ、こんな感じで、マジアチャが生きてくると。マジアチャ来てくるんで、これ取るねまり。いや、さすがに防衛か。これさすがに防衛だな。さすがに防衛で行ってあげて。はい。いやい。いや、しかも、熱い。いや、マジで熱いぞ。それ、マジアチャ切ってくれたら、マジアファイブ切ったら、
これね、2周目が生きてくる。なんならこうオールベーカーまで行って、さあこれ熱いよ、これマジで熱いよ。さあトルネでまとめ上げ、熱い、マジアチャが、はいチュイーン、はいチュイーン、チュイーン、いやでかい、でかすぎるこれはでかい。まあでもね、そう一定数やっぱマジアチャオールベーカーはね、そう相性いいのがいるから、ホグとか、まあバルーン、今みたいにホグ、まあバルーン、エレジャイ、まあ、あとドリルとか、まあそういうね、一定数やっぱそう施設トルネが強いのがあるから、そうだからね、マジアチャオールベーカーって強いんですよね。そう、もうこれはもうマジで壊れ、マジアチャが壊れっすね、本当にインチキ、マジでインチキ。さあ次ね、ディガポイやっていきますか。まあディガポイはまあどの形でもいいんだけど、まあ前シーズンから入ってた、まあこれが一番おすすめかな。まあただリトポリ持ってないよって人は、なんかね、今世界1位が使ってるなんかマザネクのディガポイとかちょっと面白そうですね、これ、うん、こういうマザネクディガポイみたいなちょっと面白そうやけど、でもこれの方が安牌である。正直進化1枚だったらやっぱナイトが強いんで、進化1枚だったら絶対ナイトなんで、もうナイトのこのディガポイが安牌ですね。はい、もうマジでおすすめ。まあオールベーカー持ってる人はオールベーカーでもいいと思います。はい、でも持ってない人多分多いと思うんで、まあ進化ナイトにして、でまあボム、テスラ男ボムがいいかな。いや、ボムじゃなくてテスラがいいかな。ボムはちょっとね、まあ安定するけど、まあテスラの方が何でも勝てるって感じですね。さあ来ました。お、ウィザードだ。ウィザードやろうか。これでウィザード使ってなかったら名前下げたな。いや、使っててほしいけどね、でも。さあ、プリンセス。あ、こいつあれじゃん。なんか、プリン、なんかフリーズ入ってるやつじゃん。わからんけど。うわ、全然ちげえ。進化スケからの、でもやれそう。頼む。うわ、絶妙。ポイズ打つか。あ、全然違う。あ、ミニピホグだ、これ多分。ミニピホグっすよね、多分。おそらくね。ミニピホガーの可能性はある。いや、これね、でもね、相性いいと思いますよ、本当に。ホグは大体相性いい。もうね、ディガポイが強いんですよ。相手でその、あの、ディガー受けが基本的にないんで。まあ、このタイプはでも、多分ミニピあります。はい。おそらくミニピホグ。おそらくね、プリン、アイスピコウモリでしょう。多分ミニピホグかなと思うんですけど。どうやろう。サマエプリね。はいはい。これは丸太いきましょう。まあできるだけ同彩の方がいいですね。いや、どうやら相手多分ロケットあるんですよね。ロケットあるから、まあ同彩守備か。そうですね。じゃあ、はいはいはい、回してあげて。ちょっと待って、回さないといけない、これは。よいしょ、ダイスピまでいって。うわ、やっぱフリーズせんな、ほら、見て、いや、せんな、やっぱフリーズあるやんな。そう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 。いや、やっぱそうやんな。いや、なんかね、この人そう、フリーズ持ってるんですよね。そうそうそう、これミニペグンじゃん。あ、なるほど。いや、でもこれないともう一枚いるぞ。そうだよね。はいはい。あ、やっぱフリーズあるよね。そうだよね。そんな気がしたよね。あ、いやー、やば。いや、でも、そんだけ言うても入ってない。一発でしょ。大丈夫。全然大丈夫。こっからマジで、もうね、フリーズって分かったから、もう絶対リレーさせない。そんなの。これマイプリ来るな、多分。多分マイプリ来る。多分マイプリ来る。いや、来ないんだ。リトプリ行こう。ドプリでやってあげて。多分ここら辺にマイプリが、そうっすね、お見えになるんで、さあ、まあ、一旦のね、スキル。一丁いってあげて、はい。うわ、ちょっと嫌だわ、マジで。マジで嫌だわ。マジで嫌だわ。なんかもう、やばそう。めちゃくちゃやばそうな顔してる。大丈夫これ、守れる？ちょっと、テスラ信じて、テスラとアイスピ信じるのよ、普通に。普通に信じるからね、マジで。オッケー。いやー、マジ助かった。普通に。これは、もっこり作戦。やばってやばい。だけど、まあ、耐えれるか。耐えれるな、これ。一発だな。オッケー。一発からの、さあ、ここは、もうユニットで、ガンガン行くよ。で、多分、このタイミング、ミニペが、そうなんだよね、来るから。で、多分、ここら辺に。うわー、偉い！いや、マジで偉い、その防衛ね。フリーズってんのは偉い。ただ、リトプリが残ってる。リトプリ残ってる、熱い！頑張れ！いや、まあ。とはいえ、ダメやろ、追いついてね。とはいえ、追いついてるから、まあ、これゆっくり、やってあげて。さあ、あれは丸太。意外とね、いけるな、これ。さて、いけるな。マジでいけるわ。さあ、こっち。よいしょ、はい。で、ちょ、フリーズ怖いんで、一旦ね、ナイトでカバーしてあげて。そう、フリーズだけがね、マジでやばいんで。そう、そこはね、しっかりって感じで。さあ、後ろから行きますか、これ。後ろから行って、で、ロケット誘います。さあ、これはポイズン行きますか。ポイズンまで行ってあげて。いやー、美味しい。ロケットないんか、これ。あ、そうか、フリーズやからロケットないわ、こいつ。こいつ持ってないわ、そういえば。そういえば持ってないんだ、これ。いや、待って、やばい。マジでやばい。待って、やばい。いや、耐えれるか。耐えてほしい。耐えてるか、耐えてるのか、これは。非常に。怪しくない、ちょっと待って、怪しくない、大丈夫これ。アイスピー、ほいしょ、はい、アイスピーで、いや、耐えてはいる。いや、めちゃくちゃ耐えたくね、絶対ハシプリじゃん、これ。絶対ハシプリじゃん、これ。いや、そうだよね、分かってる。いや、けど、ナイトの位置が甘い。いや、でも、耐えてはいる。オッケー、はいはいはい。左入ってるからね。言うても、言うてもっすね。言うても、
耐えてるんで左飛ばし上げてさ、右ペクるかな、おそらく。そうっすね。でまあここは高めっすね、高めでやってあげてさ、こいつフリーズだからさ持ってないんだ、じゃあ持ってないんだこいつ、なんだ焦らすな、ロケットないじゃん、じゃあもうケツリトプリし放題だな。あーまあこれもう一回っすね、もう一回いきましょう、もう一回いってあげて、はい。でミニペかな、おー毎回当てられてない、素晴らしいね。しかもリトプリが入ってる、熱いねこのダメージ。さあこっちダッシュいってあげて、でテスラいきます、これ棒っぽいっすね、もう絶対に棒っぽいしといてあげて、いやマジでちょっと本当に進化スキやめてくれ、マジで進化スキやめてくれ、ちょ待って、進化スキやばい、あっぶねあっぶね、マジで危ね、ちょっと待って、はいテスラいきます、はいはいはい、よいしょ、もう絶対にねもう巻き筋しかない、もう右から出す、俺も普通にこっから出すからね、から出して、はい、でまあ回してくると思うんで、さきますよねっていうタイミングぐらいで、はいってあげる、で多分フリーズくると思うんですよね、ここら辺で一発、いやー全部相手外してる全部相手ディガー外してね、美味しいなマジで。最近しかもザップだから、このゴブリンがきついんすよね。さあ回してあげましょう、2周目いってあげて、2周目でさあこれでもう相手泣いてるんじゃない、だいぶ泣いてるよ。さあ真ん中にテスラ置いて盤石な大セット、はいいやーいい、非常にいいですね。でさあアイスピもこれもありますと、いやーいいですね、はいはいはい、まあさすがにでもこれは相性良かったなマジで。いやでもねワンチャンってマジでいかれるから、フリーズってね、そう、いやまあ落ち着けばいけました、はい、よかったよかった、まあこんな感じっすね、はい。まあこの5つまあそんなにね、やっぱね前回と変わんないっすよね、やっぱり進化1でも2でもやっぱ強いもんは強いんで、デッキが強えって感じっすね。ギガポイとか、まあ、ジャイスケラとかね、あのマジで安定なんで、特にジャイスケラはこれ普通にこれで全然いいもん進化コウモリじゃなくて全然ガゴで強いもんこれに関してはね本当にそれは思います、はい。まあということで、よかったらね自分に合ったやつ使ってみてください。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回会いましょう、バイバーイ。